株式会社デジタルダブルは日本の芸能事務所、レコード会社。主に声優、アーティストのマネージメントを行っており、3D データの肖像利用、管理、キャスティング事業も行っている。サイバーエージェントの子会社。3D スキャンを用いた取り込まれたタレントやモデル等の 3D データの肖像利用や管理、キャスティング業務を行っており、2017年6月7日に、 サイバーエージェントの子会社として設立された。設立のきっかけは、3DCG を用いたゲームやアニメ、動画広告が注目され、3D データを活用した上で、ゲーム CG 及び広告クリエイティブの制作、その需要の高まりを想定した上で、その領域において早期より、実績やノウハウを蓄積していくといった、3D データに特化するためである。同じサイバーエージェントグループである。 CCPR がキャスティング面で協力しているほか、同グループであるサイゲームスが技術面で協力している。また、サイゲームスが保有しているカメラと 3D、スキャンスタジオと連携しているほか、同グループで2017年6月1日に設立された CG チェンジャーもクリエイティブ面で連動することになった。2020年1月15日、公式サイトが開設された。また、 同日よりアーティストマネジメント事業を開始し、これにあたって鈴木好みが同日付で所属。また同業者のジャストプロとスマイルオーディションを開催し、グランプリを受賞したマスダリクが所属となった。2021年度からは音楽出版事業も開始。フライングドッグから移籍したメインがレーベルアーティストとして所属し、同年6月30日にフルアルバム CD。 モメントブックをリリースした。ありがとうございます。